おはようございます。ただいま3時半です。これからダイヤモンドスカイツリーの撮影に行きたいと思います。いっす。あ、もう雲焼けてきました。もしかしてちょっと色づいてますね。雲焼けてきました。あーほら、雲の境目が出てくる感じですか。うん、なんか出てくればいいなって感じですね。ほんとね、今だ出てきそうな感じしますよ。あの日の出はあとまだ50分ぐらいあるんですけど、それまでの間にどん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 明るくなってきますんで。うん、そうですね、そうですね。うん、ほんとあのスカイツリーのど真上に来るので、そうですね、その今の構図のその左、多分この辺が出てくるんじゃないかな。この辺ですかね。この辺が出てくるんじゃないかな。あ、この辺ですよね。はい、あ、これなんですね。ちゃんと、どういう意味ですか、ちゃんと撮れてるじゃん。ちゃんと、初めてやるんだよ。あ、タイムラプスですか。その右側のやつが、白飛びしなければ OK なんですけど、ただまあ、撮っててちょっと気持ち悪いなって なったら、あのちょっと絞ったりしてやった方がいいですよね。ですよね。いや、この時間はもう張り付いてた方がいいですよ。すぐ変わりますから。皆さん撮り始めてますね。だいぶ焼けてきたかな。はい、こんな感じでだいぶ空が焼けてきました。あそこにスカイツリー、スカイツリーがあります。あ、これ抜けるな、この雲。多分大丈夫じゃないかな、これ。抜けそうですね、雲ね。うん。いい構図じゃないでしょうか。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、大丈夫です。あ、今 AF になってますよ、これ。はい。あら、マニュアルフォーカスにして固定した方がいいですね。おはようございます。私的には今の景色が一番好きです。あ、今の景色が一番好き。はい、あの日が昇ってくる前のこの青いところと、夜と、ね、オレンジのところが一番好きな景色です。展望台を知り尽くしちゃうと思います。何言ってるんですか。まあ、あのなんか飛んでるのはあれはもう許容範囲なんで。粘ってますね。全然粘ってますね。そのぐらいだったらあの画像処理してもまだ白飛び復元できる。イゴ役ってどっちかというとこう連射とかが強いカメラですよね。さあ焼けてきましたよ。焼けてきました。いい感じ。いい感じですね。ちょうど焼けてきましたね。いい感じ。いい感じです。ああいい色になってきたな。いい色になってきましたね。じゃあこれ私の機材です。右が GFX。ピクセルに FL55 をつけてあって、こっちはパナソニックの S5 にタムロンの7200の 2.8 を EOS から L マウントに変更してつけてます。でこっちも左はもうタイムラプスで、こっちはもう一発勝負の構図で、こういう構図でいってます。この構図で撮ろうとします。太陽が昇る頃に雲が焼けそうですね。スカイツリーですね。ここがスカイツリーで、あっち側に東京タワーもう消えちゃ、消えちゃってますけど、東京タワー、あー太陽昇ってくる、太陽昇ってきそう。でこっちが筑波山、
でですね、このままで、こっちのね、こっちのヴィーナスベルトがすごいんですよ。今これ、私のニコンちゃんがここでホーリーグレール頑張ってますけど、ほら、池袋駅の上にこうやってヴィーナスベルトが出るんですよ。めっちゃすごくないですか、これ。無事撮影が終了しました。よかった。とりあえず天候にも恵まれてよかったですね、ほんとね。よかったよかった、天候に恵まれてよかった、ほんとバッチリ行きました。まさかおまけの富士山までこんな撮らない。富士山ね、富士山まですごいですね、これはすごい。あー、バッチリですね、今ね、ほんとだ。いやいやいや、よかったよかった。じゃあこれにて、デイ3が終了でございます。とりあえず、胸いっぱい言葉にならないんですけど、皆さんに撮影していただけて本当に良かったです。良かった良かった。ただいまサンシャイン展望台のダイヤモンドスカイツリー2日目でございます。今ちょうど撮影していただいてるとこなんですけど、ちょっと今日やばいっすね。雲海っぽくなったんですよ。雲海っぽくなって、まあ、スカイツリーがあって、あそこの上に太陽が出るっていう予定になってますね。昨日前日に雨が降ったので、その影響でまあ放射冷却的に雲海っぽいのが、まあ、霧なんですかね、が発生してる感じなんですけど、でもこれ海まで続いてるからなんか毛嵐っぽくなってるのかな。で、今雲が焼けてきました。でも太陽が昇ってくると、多分この太陽の光がこの雲海を照らすんで、結構今日面白い絵が撮れるんじゃないかなと思います。常に聞かせをしています。今日は平日の開催なんですけども、まあ、お客様がですね、参加されてるお客様が比較的少なめなので、割とこう余裕を持って皆さん窓にカメラを設置して撮影してる感じですかね。西側の方が雲海すごいですね、これ。あ、すごい。すごい。うわ、やば。なにこれ。うわー、こっちもカメラ仕掛けとけばよかった。あれ、こっから富士山見えるんだ。やばい。うん。富士山隠す。これで行けばいいのかな。この GoPro でタイムラプスすればいいんだ。パナソニックの S5 にタムロンの、72-2.8 というか、ね、こっちがニコンの Z7 に GFX という感じで撮影をしています。